城に近づくと四人の憲兵が塔の一階にある小さな扉の前で保証していたすぐにかつて監獄として使われていたこの一階に門番のベルニエ夫妻が収監されていることが分かったロベール・ダルザックは張り出した日よけに覆われた大きな扉からマルキーズと呼ばれる城のモダンな部屋へと私たちを案内してくれた 使用人に馬と馬車を任せたルール・タ・ビーユはダルザックから目を離さなかった彼の視線を追うとそれはソルボンヌ大学の教授の手袋をはめた手にだけ向けられていることが分かった古い家具が置かれた狭い客間に入った時ダルザックはルール・タ・ビーユに向かってはっきりと言った「何のようだ」記者は同じようにはっきりとした口調で答えた 握手をしたいんです。ダルザックはみじろぎした。どういう意味だ明らかに彼は私も理解していたように私の友人が彼をスタンガーソン城の命を狙った忌まわしい未遂事件の容疑者だと疑っていることを察していた黄色い部屋の壁についた血に染まった手の跡が彼の脳裏をよぎったのだ私はその男をじっくりと見た。 普段は傲慢な彼の表情が、今は、非常に不安な表情をしていた。彼は右手を差し出し、私の方を見ていった。サンクレールさんの友人で、裁判で私に多大な貢献をしてくれたんだから、手を差し伸べることを拒む理由はないよ。ルール・タビーユは差し伸べられた手を取らなかった。彼は厚かましくも嘘をつき、こう言った。 ムッシュ、僕はロシアに数年住んでいて、その頃から素手以外では決して握手をしない習慣が身についたんです。ところが、ソルボンヌ大学の教授は、怒りをあらわにするかと思いきや、それどころか、目に見えて激しい努力で平静を装い、手袋を脱いで手を見せた。その手には、何の傷跡もなかった。 満足したかねルールタビーユは答えた。いや、親愛なる友よ。と彼は言い、私に向き直った。しばらくの間、二人きりにしてくれないか。私は、見聞きしたことに唖然としながら、一礼して部屋を後にした。なぜロベール・ダルザックは、この無礼で傲慢で愚かな友人を追い出さなかったのか。 私には理解できなかった。私はその時ルール・タ・ビーユに腹を立てていた彼の疑いがあの手袋をめぐる騒動を引き起こしたからだ20分ほど私は城の前を歩き回りその日のさまざまな出来事をつなぎ合わせようとしたのだがそれは無駄だったルール・タ・ビーユは何を考えていたのだろうかロベール・ダルザックが犯人だと思ったのだろうか 数日のうちにスタンガーソンと結婚するはずだったこの男が婚約者を殺害するために黄色い部屋に侵入したとどうして考えられるのだろうかその犯人がどうやって黄色い部屋から出たのか私には何の説明もつかなかったそしてこの不可解な謎が解明されない限り 誰かを疑うようなことはしないのが私たち全員の責務だと思ったのだ。しかし、あの意味不明とも思える言葉、牧師感の麗しさも花園の輝きも、ありし日に異ならず、未だに私の耳に響いていた。あれは一体、どういう意味だったのだろう。私はルール・タビーユと再び合流し、彼に問いただそうと思った。 その瞬間、若者がロベール・ダルザックを伴って城から出てきた。そして驚くべきことに、私は一目で、彼らが親密になったことが分かった。ルール・タビーユが私に言った。黄色い部屋へ行こう。一緒に来てくれ。今日は、一日中付き合ってもらうつもりなんだ。この辺りで一緒に朝食をとろうよ。皆さん。 私と一緒にここで朝食を。若者は答えた。いや、結構ですよ。僕たちは、ドンジョン宿で朝食を取りますから。そこにはろくなものはないよ。何もないから。ルールタビーユは答えた。そうですか。まあ、何か見つかるといいですね。朝食の後、また作業に取り掛かろう。 記事を書いておくから、会社に持って行ってくれないかな。一緒にパリに帰らないのか。いや、僕はここに残るよ。私は、ルールタビーユの方を向いた。彼は極めて真面目に話し、ロベール・ダルザックは少しも驚いた様子はなかった。私たちが塔のそばを通りかかると、悲鳴のような声が聞こえてきた。ルールタビーユが訪ねた。 なぜ、この人たちが逮捕されたのですかダルザックは言った。少し、私の責任なんだ。昨日、余震判事に対して、門番たちがリボルバーの発砲音を聞き、着替えをし、ロッジから別館まで2分しかかからなかったのはおかしい、と言ったんだ。発砲後、ジャック・爺さんに出くわした時には、 それ以上の時間は経っていなかったんだ。ルールタビーユは同意した。確かに怪しいですね。それで、彼らは着替えていたのですかそれこそ信じられないことだが、服装は完璧だったんだ。どこも欠けていなかったんだよ。女性は器具を履いていたが、男性は編み上げのブーツを履いていたんだ。しかし、 彼らは午後9時半にベッドに入ったと主張しているんだよ。今朝、余震判事はパリから、部屋にあったものと同じ光景のリボルバーを持参し、証拠品は押収され使用できなかったので、ドアと窓を閉めた状態で、黄色い部屋で2発発砲するよう書記官に指示したんだ。私たちは彼と一緒に門番のロッジにいたが、何の音も聞こえなかったんだよ。 門番が嘘をついたのは間違いない。彼らは、別館からそう遠くないところで、何かを待っていたに違いないんだ。もちろん、彼らが犯人だと断言することはできないが、共犯である可能性は十分に考えられる。だから、マルケ判事はすぐに彼らを逮捕させたんだ。ルールタビーユは言った。もし、彼らが共犯者であったなら、 あの場にはいないはずですよ。共犯の証拠を突きつけられた状態で裁判に臨む人物は確実に共犯者ではありません。この事件には共犯者はいないと思いますよ。ではなぜ彼らは真夜中に外にいたのか。なぜその理由を明かさないのか。彼らには黙秘する理由があるはずです。その理由は何なのか。 突き止める必要がありますね。たとえ、彼らが共犯者でなかったとしても、それは重要なことかもしれません。その夜に起こったことすべてが重要なんです。私たちはドゥーブ川に架けられた古い橋を渡り、大奥林と呼ばれる庭園に入った。ここの大クは、樹齢数百年といった風格を漂わせていた。秋はすでに褐色の葉を枯らし、 高く伸びた枝は黒く歪み、古代の彫刻家がメドゥーサの頭に描いたような奇妙な爬虫類と混じり合い、恐ろしい髪の毛のように見えた。夏の間、マドモアゼルが陽気な気分で暮らしていたこの場所は、今は悲しく陰鬱に見えた。最近降った雨と落ち葉の腐敗で土は黒くぬかるみ、木々の幹は黒く、 頭上にはモニフクすかのように重く大きな雲が広がっていたそして私たちが近づくとこの陰気で荒涼とした隠れた場所の中に別館の白い壁が見えた私たちが近づいた側には窓一つない奇妙な外観の建物だった小さなドアだけがその入り口を示していたまるで深い森の中にある巨大な霊廟のようだった 近づくにつれ、その建物の構造が分かってきた。建物は南側、つまり開けた田園地帯からの光だけで、必要な光をすべて得ていた。小さなドアは庭園側に面していた。スタンガーソン教授とその娘は、ここを仕事と夢のための理想的な隠れ家と考えたに違いない。別館の平面図。正方形の建物で、 北側と東側が庭園を囲む壁とつながっている。建物には4つの部屋があり、1から4までの番号が付けられている。正面玄関は南西の角にあり、3番の部屋へと通じている。3番の部屋の北側にあるドアが、4番の部屋へと通じている。4番の部屋は狭い部屋で、5番の階段の隣にある。 1>, 1番の部屋は北西の角にあり一角にベッドが置かれている2番の部屋は建物の右側半分を占めている1番の部屋と3番の部屋につながるドアがあり北側と東側の壁に窓がある南側の壁には「6」と書かれた長方形の部屋がある平面図には3番の部屋の窓のすぐ外から始まり 庭園へと続く足跡が記されているこれが別館の平面図である1階には数段の階段がありその上には今回は関係ない屋根裏部屋があったここでは大まかにスケッチした1階部分の平面図のみを読者にお見せしよう1黄色い部屋窓が1つ研究室に通じるドアが1つある2 研究室。大きな鉄格子の窓が二つあり、ドアが二つある。一つは玄関。もう一つは黄色い部屋に繋がっている。三、玄関ホール。窓には鉄格子がなく、ドアは庭園に面している。四、洗面所。五、屋根裏部屋へ続く階段。六、煙突。研究室の実験に使われる。 別館で唯一の大きな煙突この平面図はルール・タビーユが作成したもので私はこの中に当時警察が直面していた問題を解決するのに必要な情報は全て含まれていると確信したこの平面図と部屋の説明を読めば読者はルール・タビーユが初めて別館に入った時と同じ情報を得たことになるさて 皆さんも彼と一緒に考えてみよう。犯人はどうやって、黄色い部屋から逃げ出したのか。別館の玄関に続く三段の階段を上る前に、ルールタビーユは立ち止まり、ダルザックに担当直入に尋ねた。犯行の目的は何だと思いますかスタンガーソン城の婚約者は、非常に心を痛めていった。ムッシュー。 個人的に言わせてもらえばこの事件には疑いの余地はないスタンガーソン城の胸や喉に深くつけられた傷や指の跡は彼女を襲った犯人が残忍な犯罪を犯そうとしたことを示している昨日これらの痕跡を調べた専門医は壁に赤い痕跡を残した手と同じ手によるものだと断言している「大きな手だ」「ムッシュ」 私の手袋には収まりきれないほどの大きさだよ。彼は何とも言えない笑みを浮かべて付け加えた。私は口を挟んだ。その血まみれの手は、スタンガーソンが倒れる際に手を壁に押し付け、滑ってそのあとを大きくしたのではありませんか。ダルザックは答えた。彼女を抱き上げた時、どちらの手にもわずかな血痕もついていなかったよ。私は言った。 犯人の手を傷つけたのだから、ジャック・爺さんのリボルバーで武装していたのは、スタンガーソン城であることは間違いないね。彼女は誰かを、あるいは何かを恐れていたんだろう。おそらく、誰か、怪しい人物はいますか。ダルザックは、ルール・タ・ビーユを見ながら答えた。いいえ。それから、ルール・タ・ビーユは私にこう言った。 分かっていると思うが、捜査はマルケさんが話してくれた以上に進んでいるんだよ。彼はスタンガーソン城がリボルバーで身を守ったことだけではなく、彼女を襲った凶器も把握しているんだ。ダルザックさんによれば、それは羊の骨だったそうだ。マルケさんは、なぜこの羊の骨を秘密にしているのだろうか。フランス警察の捜査を円滑に進めるためだろうか。彼はおそらく、 この恐ろしい狂気の持ち主がパリのスラム街の常習犯の中にいると想像しているんだろうね。でも、判事が何を考えているかなんて誰にもわからないよね。ルール・タビーユは軽蔑を込めた皮肉を付け加えた。私は彼に尋ねた。黄色い部屋で羊の骨は見つかったんですかロベール・ダルザックが言った。ああ。 ベッドの下にあったのだがそれについては伏せておいてくれないかそれは巨大な羊の骨でその上部というか関節の部分は傷口から流れた血でまだ赤く染まっていたよ見たところそれは古い骨で他の犯罪にも使われた可能性があったんだそう考えたマルケさんはこの骨を分析するためにパリの研究所に送ったんだ実際 彼は最後の被害者の結婚だけでなく乾燥した他の結婚、以前の犯罪の証拠も検出するだろうと考えているようだルール・タビーユは言った腕利きの殺し屋が手にした羊の骨は恐ろしい狂気となるんです重いハンマーよりも確実な狂気なんですよロベール・ダルザックは悲しそうに言ったあの悪党がそう証明したんだ 発見された骨の関節は受けた傷とぴったり一致していたよ。私の推測ではもし犯人の一撃がスタンガーソン城のリボルバーによって阻止されていなければこの傷は致命傷になっていただろう。不運にも一撃はすでに加えられており彼女は危うく絞め殺される寸前で気絶していたんだ。もし彼女がリボルバーの一発目で。 犯人に怪我を負わせることに成功していたら間違いなく骨での一撃は免れただろうねしかし彼女がリボルバーを使うのが遅すぎたのは確かだ最初の一発はそれて天井に当たり命中したのは二発目だけだったよダルザックはそう言うと別館のドアをノックした正直なところ私は犯行現場に早く行きたいと強い焦りを感じていた しばらくして、ドアを開けたのは一目でジャック・爺さんとわかる人物だった。彼は、もう60歳を超えているように見えた。長い白ひげと白髪を蓄え、平たいバスク帽をかぶっていた。服装は、サイドがくびれた栗色のベルベットのスーツで、足にはキ靴を履いていた。彼はどちらかというと、いかつい顔をしていたが、 ダルザックを見るや否や、その表情は和らいだ。ダルザックが言った。友人だよ。別館には誰もいないのか。ジャック・ジーさん。ロベールさん。本来なら誰も立ち入らせてはならないんじゃが、もちろんあなたは別じゃ。判事たちは全てを調べ尽くし、必要な図面を描き、必要な報告書を作成済みじゃからの。 ルールタビーユが言った。失礼ですが、ジャックさん、その前に一つ質問させてください。なんじゃろう、わしに答えられることなら、あの夜、お嬢さんは髪を左右に束ねていましたかつまり、額に髪を垂らしていましたかいや、若者よ。お嬢様はその日も、別の日も、 あんたが言うような髪型はしておらんよ。いつものように髪をアップにしていて、まるで生まれて間もない赤ん坊のように、ピュアな美しい額を見せていたんじゃ。ルールタビーユはうなりながら、ドアの状態を調べた。そして、ドアが自動的にロックされることを確認した。ドアが開いたままになることはなく、開けるには鍵が必要であることが分かった。 そして私たちは、正方形の赤いタイルが敷き詰められた、明るくて小さな玄関に入った。ルールタビーユが言った。ああ、これが犯人が逃げた窓だ。みんなそう言っているんじゃ。でも、もし犯人がこの窓から逃げたのなら、わしらは必ず犯人に気づいたはずじゃ。スタンガーソン様もわしも、そして今。 監獄にいる門番たちも目が見えないわけじゃないわしのリボルバーのせいなのになぜわしを刑務所に入れなかったんじゃろうルールタビーユはすでに窓を開けヨロイドを調べていた犯行当時ヨロイドは閉まっていたんですかジャック・爺さんが言った内側から鉄製の缶抜きで固定していたんじゃ犯人がここから逃げていないのは確かじゃろう 結婚はありましたかあ,あ、あ外の石ころにな。はて、何の血じゃろうな。ルールタビーユは言った。おお小道に足跡が残っている。地面がぬかるんでいたからだろう。すぐに調べてみよう。ジャック・爺さんが口を挟んだ。ナンセンスじゃ。犯人は、そっちへは行っていないんじゃよ。じゃあ、 どっちに行ったんですかそんなことわかるもんかルールタビーユは、あらゆるものを見て、あらゆる匂いを嗅いだ。ひざまずいて、タイルの一枚一枚をつぶさに調べた。ジャック・爺さんは続けた。ああ、何も見つからないんじゃよ。ムッシュ。何も発見できなかったんじゃ。それに、たくさんの人が入ってきたから。 すっかり汚れてしまっているんじゃ洗わせてはくれんかったんじゃが事件の日わしは床を念入りに洗ったんじゃもし犯人が病を打ったブーツでこの上を歩いたんならその後を見逃すはずはないじゃろうお嬢様の部屋にもその後がたくさん残っていたんじゃからなルールタビーユは立ち上がったこのタイルを最後に洗ったのはいつですか 彼は尋ね、ジャックじいさんをじっと見つめた。話したように、事件当日の午後5時半ごろ、お嬢様と旦那様が夕食の前に少し散歩をしていたときじゃ。二人は研究室で食事をすることにしていたんじゃ。翌日、判事たちがやってきて、床に残っていたすべての跡を、 まるで白い紙にインクで描いたかのように鮮明に見たんじゃよ。じゃが、研究室にも玄関にも、新品のようにきれいな床には、犯人の足跡はなかったんじゃ。この窓の外で足跡が見つかったということは、犯人は、黄色い部屋の天井から屋根裏部屋に侵入し、屋根を突き抜けて、玄関の窓の外の地面に降りたのじゃろう。じゃが、 黄色い部屋の天井にも屋根裏部屋の天井にも穴は開いていないんじゃそれは間違いないんじゃだからわしらは何もわからないんじゃ何もかもなそしてこれからも解明されることはないじゃろうなこれは悪魔が仕掛けた謎なんじゃルールタビーユは再び玄関の奥にある小さな洗面所の前で膝をついた その姿勢を一分ほど続けた。私は、立ち上がった彼に尋ねた。どうだった彼は、ジャック・爺さんの方を向いて答えた。まあ、大したことはない。一滴の血だよ。彼は尋ねた。研究室と玄関を掃除している間、玄関の窓は開いていましたかいや、無臭。 閉まっていたんじゃよ。でも、床を掃除した後、研究室の炉で旦那様のために炭に火をつけたんじゃ。古い新聞紙で火をつけたので煙が出たから、研究室の窓とこの窓の両方を開けて空気の通り道を作ったんじゃ。それから研究室の窓を閉め、外出するときはこの窓を開けたままにしておいたんじゃよ。教授かスタンガーソン嬢が窓を閉めたのですか。 おそらくそうじゃろうな。尋ねなかったんですか。そうじゃ。狭い洗面所と屋根裏部屋へ続く階段をよく調べた後、ルールタビーユはもはや私たちを無視するかのように研究室に入っていった。私は彼についていった。正直なところ、非常に興奮していた。ロベール・ダルザックは友人の動きを見逃さなかった。私はというと、 すぐに「黄色い部屋のドアに目が止まったそのドアは閉まっており一部が壊れて使い物にならなくなっていることがすぐに分かったきち面に仕事を進める私の友人は黙々と私たちのいる部屋を調べたその部屋は広く日当たりが良かった大きな窓が二つありほとんど出窓みたいで 頑丈な鉄格子で守られていたその窓からは森の隙間から谷の奥深くまでそして平原を越えて天気の良い日には大きな町まで見渡せる素晴らしい眺めが広がっていたしかしこの日は霧が立ち込めておりそしてあの部屋には血が研究室の片側は全て大きな煙突るつぼ釜 科学実験に必要な器具で占められていたテーブルの上にはフラスコ論文報告書電気機械が置かれていたダルザックによればこの装置はスタンガーソン教授が太陽光による物質の乖離を実証するために使っているものだという他にも化学機器が並べられていた壁沿いには 無地のキャビネットやガラス張りのキャビネットが並んでおりその中には顕微鏡や特殊な撮影装置そして大量の結晶が収められていた炉の中を覗き込んでいたルールタビーユが一つのるつボに指を入れたすると突然彼は立ち上がり半分だけ焼け残った紙切れを手にしたそして窓際で話をしていた私たちのところに歩み寄った ダルザックがルールタビーユの手から受け取った焼け焦げた紙切れを手に取って目を凝らすと唯一読み取れる文字を読み上げた牧師感麗しさ花園の輝きありし日に異ならず朝から2度この同じ意味のない言葉が飛び込んできたそして2度目もその言葉はソルボンヌ大学の教授に 同じような麻痺をさせる影響を与えたことに気づいたダルザックの最初の動揺はジャック・爺さんの方に視線を向けた時に現れたしかし彼は別の窓際にいたため何も見ていなかったそれから彼は震えながら手帳を開きため息をつきながら紙切れを手帳に入れこうつぶやいた「なんてことだその間 ルールタビーユは暖炉の開口部つまり炉のレンガの上まで登っていき煙突を注意深く調べていた煙突は上に行くほど細くなっており出口はレンガに固定された鉄板で閉じられていたそこから三つの細い煙突が通っていた彼は言ったここから出るのは不可能だなそれに仮に出ようとしても 鉄板を落としてしまうだろう違違う違う僕たちの探すべき場所はそっち側じゃない次にルールタビーユは家具を調べキャビネットの扉を開けたそして窓のところに来てそこは誰も通り抜けることは不可能だと断言した二つ目の窓で彼はジャックじいさんが物思いにふけっているのを見つけた彼は言った「おやジャックじいさん 何を見ているんだいあの刑事、池の周りをぐるぐる回っているんじゃよ。他の誰よりも、目が利くと思っているやつじゃろうな。ルールタビーユは、憂鬱そうに言った。ジャック・ジーさん、フレデリック・ガルさんを知らないのかいでなければ、そんな言い方はしないだろうね。もし犯人を見つけるとしたら、彼しかいないだろう。 そしてルール・タビーユは深いため息をついたジャック・爺さんは毅然とした態度で言った犯人を見つける前にどうやって犯人が逃げたのかを解明する必要があるじゃろうついに私たちは黄色い部屋のドアにたどり着いたルール・タビーユは真剣に言ったこのドアの後ろで恐ろしい事件が起こったんだ その真剣さは他の状況であれば滑稽なものであっただろうはい春の空ですガストン・ルルー原作黄色い部屋の謎第6章「多くの林の中心で」の朗読は終了です最後までご視聴いただきありがとうございますこの動画はいかがだったでしょうかご要望などございましたら コメント欄にお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。それでは次の動画で再びお会いしましょう。